上げちゃってください。上がるの、僕後ろ行く。椿さん、スロープが多分持ち上がります。スロープ持ち上げるの、はい、マジ、よいしょ、めっちゃ重たいよこれ。おいった、はい、たまにね。千葉69と書いて千葉ロック、今日はもう昼でございます。さっき、はい、ちょっと先グルメ動画撮ってきちゃったんで、要は満足でございます。お仕事終えましたね。お腹いっぱいです。お腹いっぱいです。一仕事終えた感がありますが、今日はここふみくんとこのハーレーですか、これ。はい、不明です。スポーツスターを俺とブルー君で今からバラします。はい、バラします、はい、お手伝いお願いします。よろしくお願いします。まあどっからバラすかちょっと見当もつかないんですが、頑張ってバラします、はい、では、一つお知らせがありまして、あ、これ丸かつのテです。あ、ここは忘れてしまいました。見入ってます。これランディ MC っぽい感じでとてもかっこいいと思います。お知らせは、私のハレが先ほど再び入院ということで、また完成の動画をお送りしますので、よろしくお願いします。じゃあ今日も頑張りましょう。よし、今からこのハレをバラします。まずプライマリーオイル抜いてください。はい、プライマリーオイル、ドレンボルトがあります。これね、はい、これ、あ、ちょっとごめんにしようかな。はい、ジョボジョボって出るから、ドシャー、まあ、カブに来ためっちゃ綺麗だよ。で、ここで延長あるじゃないですか。はい、道具こんな時間、いや、ですね、これはですね、そうですね、タンクをバラしたりした方が早いですよ。それもありじゃないですか。椿さん、オイル抜いてもらっていいですか。オイルをね、右側に手が出て、はい、どこかをどうにかすればオイルが抜けます。これを一番下のホースが一番、これか、シルバーのやつ。全部シルバーだと思う。そうですね、それこっち、あそこ抜きたい、そこ抜ければ、こっち、はい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 、は
しましょう。はい、大事な。これはでもオイルタンクなんです。ああ、なるほど。あ、オイルタンクなんですね。ドライサンプなんで。あ、なるほど、なるほど。うん、あ、CB7 ハンド所ですね。ああ、そうです、そうです、そうです。K0 とか K2、K1 とか。はい。なんだって？なんだって？SR もそうですからね。あ、なるほど。SR もここが。あ、そうか、SR ここオイルですもんね。そうです、そうです。ここ？はい、あのフレームのここ背骨がオイル。そうだったっけ。はい、つばきさん、バッテリーを、はい、遠ミリだな、遠ミリマイナスから外して、バッテリーをなんとか外してもらっていいですか。バッテリーをマイナスから外す、はい、まあ、そこマイナスで、次プラスの端子にしてもらって、これを外して、もう抜けた？バッテリーそれなんか変なバンドとかって持ってる。どっからだよ。どっから。はい、あ、こっちですね。マイナスドライバー。マイナスドライバーの感じ。え、変なバンドで止まってるって変な表現ですよね。変なバンドで止まってます、確かに。音楽やってる人が言うと変なバンドで止まる。そうか。変なバンドの人が変なバンドの人が止まってます。今のところ使ってくださいね。はい、こちら行きました。はい、はい、こっちから行きます。はい、はい、はい、行きました。バッテリー外れます。これで抜け、こっちから抜きましょうか。多分大変だ。フェンダーで当たります。いやいや、全然抜けない。はい、はい、はい、はい。そしたらですね、チェーン外してもらっていいですか。チェーン着ようか。ニッパーで。はい、ニッパー。これどうやって外すの。これをこっちに。チェーン、チェーンが、うん、ここ、ここに来てるのが入ってるんで、はい、ここ、こっちにやってもらう。これを外す。ああ、これが、これをと。あ、分かった、分かった。どうやってなんて取るんですか。このクリップを外せばいいんですか。クリップをそうなんです。外してください。めっちゃ難しくない、これ。難易度8ってとこですね。これ絶対外れない。こっちからこれだとかいいですね。ここを軸にして、はい、このこれを押してあげるっていう。どういうこと。挟んだらいいです。ここを挟んで、こう。そうです、そうです。10回くらいやれば最後外れます。これで、そうです。それでテンションかけてあげるか。ちょっと待ってきます。行く気がしないよ。なんかそう、50代の風俗嬢にやったちょっと笑わせないで。行く気がしないよ。行く気がワンマンだよ。あ、いた。あ、いた。やけどしたよ。多分そんな感じで外れます。なんか好きな、マジで外れないよ。好きな工具があれば。はい、どうやって外れるんですか。このクリップがずれるんで、クリップをそうするとクルンと回って、であとピンを奥に押してあげれば。なるほどね。はい、来た。すごいじゃないですか。どうやってやったの今。あの、Eリングってあの、ラジコンとかのあれみたいな。もう俺も作った。もうないの。もうないですよ。ここだけ。じゃあ、はめます。もう一回やります。いや、いい。なんか楽器でもたまにあったような。それで外れるわ。それで、はい、マイナスのなんか当てて、バーンって引っ張られて。そうです。で、あとカト出ちゃったとか。あー、なくなった。ここ、こう。クリクリってやれば多分。こうやると、均等にやった方がいいです。あー、ニュートラセンサーなんか後から、はい、あ、しかも。え、何なんだっけ。ニュートラセンサーか。取ったんだ。はい、ですね。で、抜けます。はい。抜けます。はい。大丈夫ですか。はい、OK です。ここにもブラケット取っちゃって。お、来た、はい、これでオイルタンク取れるはずです。はい。で、上をちょっと外します。分の1。あ、あ、まだ出てた。これまだ残してたんですよ。脱落防止です。はい、脱落。
さあ、外れます。はい。はい。はい、そっちに、こっちに。はい。はい。はい。取ったぞー。やらなくて。取ってもらったぞー。で、これ、どうしたでしょう。そのまま外に逃げ出しちゃいます。はい、あ、なんか巻きますか。いや、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。気にしません。ブルーさん、そっちに逃げるんで、はい、避けてもらって、はい、お願いします。マジ大変。よし、セットを外します。セットも2種類ですね。はい、まあ、点火系も違うんで、はいはい、まあ、好みなんでしょうけど、ちょっとカレーっぽさが消えてしまったんですけど、なるほどね。で、エンジン、エンジン下ろしますか。これは、はい、あとでいいです。あとで、はい、この辺もいいんだ。あとの方がいいっすね。よっしゃー、エンジン下ろすぞ。はい、基本的にこの上のマウントは外したので、はい、ここ行って、ここ外すとこれポロンと取れるんで、はいはいはい、あとここ行って、はい、4本取って、はいはいはい、後ろの4本を外せば、はい、エンジンが動せる。エンジン降ります。今から外して、この帰り消えるから大丈夫でしょう。大丈夫、押してます。ここに乗っけます。これがエンジンを乗せる台。手作りです。これ手作りなの。はい、すごい。これ何でも乗っかるの。いや、スポーツスター専用。スポーツ専用、はい、スポーツスター専用。すごいね。じゃあショベルはショベルで、あるの、ショベル、あのビッグツインはショベルも、うん、大体一緒。ショベルもビッグツインエボも一緒なんです。へえ、スポーツスターだけ違う。スポーツスターはショベル、スポーツスター、アイアンも、はい、エボも一緒です。へえ、ありがとうございます。えっ、今日 YouTube 車のもうエンジンガリガリガリってやるんで、それです。はい、見たことが。処刑台みたいなやつだ。とてもじゃないが、人力じゃ無理です。ここは上げる人は上げると思うんですけど、はい、エモいっすか。エロいっす。なんかエロいっす。あ、 SM クラブ。そうですね、それは革のムチみたいなものを持ってきましたけど。ありがとうございます。つけて、玉掛けみたいなもんですね、これね。あ、もうずっと、はい、で、そのまま、はい、で、そのまま上げていきます。はい、カメラ大丈夫ですか。撮れてます。これでも全然上にスペースあるんで、はい、普通にツルツルツルっていくと思う。はい、向こう側にね、見ながらね、はい、向こうに、もうグッとやってもらって、はい、重たくて動かないっす。いいよ、戻って。ここはちょっと挟まっちゃったね。もう一回立てもらっていい。あ、全然いいっすよ。ここは取り出すけどね。これでもう巻いてもらえれば、はい、あ、つばきさん、じゃあそれ巻いて、これ、これ、はい、降りちゃって、降りてもらって、で、上がるってこと。そうそうそう、はい、これは合ってます。ちょっと向こうの方に、ちょっとキープで、はい、おお、すげえ。これ
はい、チューブラリンです。取れましたんご。はい、チューズリでございます。千葉県は松戸市にありますうなぎ専門店うな亭さんへ行ってまいりました。師匠のね行きつけのうなぎ屋さんでねめちゃめちゃ美味しかったですね。ではその模様をご覧ください。ここは鹿島松戸市熊根原です。うな亭に参りました。うわーい、どうぞ。初うなぎです。やばい。山椒を入れてた。いつもするんだよ。こちらランディ MC なんですよ。あ、そうなんですか。多分ね、ランディ MC じゃないのかな。あ、でも確かにちょっと濃いですね。ちなみに僕は財布を持ってくるのを忘れました。わざとではありません。食べ始めたら何も言いませんから。コメント一言もらってから初うなぎですね。いや、マジで、
一番うまいですよ。よし、じゃあ食べまーす。3人で僕も行きました。バイク、おじさんバイク乗ってて、バイクみんなで、お台場で。友達料金で。あやつ負けてくれたの。5000円で、今ランチコースなんですけど、あとはなんか好きなの。うなぎ専門店、うなてさんですね。実はね、千葉ロックでもね、お伺いさせていただいた、お台場はグランド日光ホテルの中にあります寿司玉かがり天ぷら玉衣のね、代表高野さんがですね、学生時代にこちらで働いていたということなんですね。いやー、千葉県内で、しかもね、うちの近所でこんなね、美味しいうなぎ屋さんがあったとはね、知りませんでした。時期によってはね、お昼ぐらいで売り切れちゃうこともね、多いみたいで、千葉ロックのね、本編を見返していただくと、実はね、師匠がうな亭さんにね、予約を取ってくださっていて、ね、その日売り切れっていうシーンが実はあるんですね。いやー、とても美味しいうなぎでした。ありがとうございました。またお伺いさせていただきます。おじはちょっとポタポタ行っちゃうんだね。抜け切らないですね。すげえ。見たー。よし。そしたら、見てください、これ僕たちがバラしました。そんなに偉そうに言うことでもない。あ、すごいね。逃げがあるじゃないですか、はい、逃げがあるのがもうある程度形と構成としてるんですね。じゃあもうこれで、はい、ここからこう押しちゃう。コンキンコンキンで、はい、ネジ山潰さないようにこうセンターを行くようにやる。もう行けるとこまで。よし、すげえな。ハンドルポストですね。はい。いや、これなんか決め台詞言わないですか。
取れたぞアッキーなー誰それこれ、立てくる、はい、それでおーでかいやー、すげえバラバラになったよ約3時間めっちゃ疲れましたねはい疲れたバラバラにやったですかこれバラしたのー全然できないすごいじゃないですか、目標時間で終わったじゃないですか。すごい、バッチリだよ。スタートは、水芝バンキーにさ、ステッカーとかジャンプして、何やってんの、全然ダメだったのに。ディーラー持ってた結局、バッテリーですね。そうなんですね。不思議ですよね。ハハ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 。今回はね、師匠のところにあったスポーツスターを分解していくという作業をやってみました。フレームからね、エンジンを押したりホイール取ったりね、なかなかハードな作業でしたが、今回は予想時間内でね、しっかり順調に作業を完了させることができました。いつかね、芝ロック仕様のね、ハーレーもね、時代組んでみたいななんて話をしておりますのでね、その時の練習になったかなと思いますよ。いやー、それにしてもエンジンはかなりの重量でしたね。スポーツスターの場合はね、ケースが一体型になってるんで、かなりの重量でしたね。この作業ね、一人でやるっていうのはなかなかですよ。やっぱり師匠プロですね。これからもね、師匠のご指導のもと、いろいろとね、技を覚えていきたいなと思っております。作業後はね、師匠のお取引先の三春車体様ですね、お伺いさせていただきまして、僕の車のね、エアコンの点検などねしていただきました。板金塗装をねされてる会社さんでね、僕もね、実はバイクも好きなんですけど、四輪車もすごい好きで、おそらくね、数年以内にまたね、四輪車のカスタムもね、僕やっていきたいななんて思ってますんで、その際にはお世話になると思います。よろしくお願いいたします。千葉ロッキーと書いて千葉ロッカー。この動画はね、オートバイのお話を中心に、我々ミュージシャンなんでね、音楽のお話を交えながら、それぞれの趣味のお話を配信していきたいと思います。それでは次回の動画もお楽しみに。ビースよりギターのブルーでした。